あ、自分佐藤智明と申します。今イスラマップといういつでもどこでもイスラム教徒の人たちがハラルフードを食べられるサービスを作っています。大学生で今大学1年ですが、その大学10人の仲間と一緒に作っていて、今回初の関東からの参加ということで、このグローバルイノベーションプログラムをさせていただきました。このシリコンバレーの方を通じて非常に貴重な方たちとお会いできて交流でき、そのビジネスの話も話すことができたりして、とても非常に有意義な1週間になったので本当にこう感謝しております。そして今、自分のイスラマップこのプロダクトは現在ホームページがオープンし、これからその3月末にはその iPhone が使えるようになり、いろんな人が使うたびにどん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 その情報が増えて、もっともっとその日本が暮らしやすく、イスラム教徒の人たちが暮らしやすくなるということは、その15億人の世界の人たちにとって暮らしやすい日本というのがこれからできていて、でそれが本当にこの今その日本がこれから経済が縮小していく中で、外国からの労働者がどんどん受け合えるような環境というのをハラルフードの面からいけるということは、本当に自分の中でそれはもうやりがいがあって、仲間として本当に楽しいことです。でそしてこれからこのイスラマップを皆さんに使っていただけたらと思い、一生懸命頑張っております。そして今回プレゼンテーションを失敗していく中、この貴重な機会を生かして、もっともっと自分のプレゼンテーションを伸ばしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。